はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では信長の野望、創造戦国立志伝のですね、小早川秀明プレイ続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、ちょっと時間が空いてしまって、いるんですが、小田原城を奇襲、これを奪取したというところまでお届けしたと思いますので、今回はその続きからのプレイになります。まあ、引き続き、徳川、結城、連合軍と、相対するというところになります。で、現在はですね、甲府城近辺で、徳川軍と対峙中と、さらに上原城では石田勢が、同じく徳川勢と対峙中というところになります。では早速プレイの方はしていきたいんですが、石田との、信頼状態が22ですね。信頼状態で、有効度が22という状況なので、これはね、気をつけながらプレイの方はしていきましょう。まずはこの甲府城に展開してきている敵部隊をね、撃破する必要があるので、甲府城に展開している部隊に対して攻撃を仕掛けていきましょう。まずは福島正則隊を八王子方面から迂回させて敵の背後をつきましょう。で、松野隊はそのまま急ぎ甲府城へ救援。戦国隊も同じく急ぎ救援に回りましょう。敵をね、壊滅させる。今出てきている徳川勢を壊滅させるというのが一番の目的になります。で、毛利秀兼隊は小田原城まで進出をさせておきましょう。で、さらに、今後の展開を考えて、隊を小田原近辺に、我が戦お見せしましょう、集めておきましょうか。もっと、キヨスには誰も人が入っていない？いや、そんなわけないね。キヨスにも人はしっかり入っていると。この辺りはね、飛び地の小早川ならではの悩みと言っていいと思うんですけど、どうしてもやっぱり出陣して前線に兵を集めるまでに少し時間がかかってしまうっていうところと、プラス兵糧の消耗が激しくなっちゃうねっていうところがね、あるので、早め早めに動いておく必要がありますね。九州から兵を出すのはちょっと今回は見送るにしても、中国地方播磨方面からは兵をしっかり集めて出しておきましょう。徳川勢に押し込まれるようなことがあれば、しっかりとこれを撃退する必要がありますからね。さらに石田勢が崩れるというのも、避けなきゃいけないので、石田勢の救援という意味も込めて少し厚めに兵を送っておきましょうか。どうしても武将の質量ともに徳川勢、結城勢に劣るというところがありますからね。先手ですかね。特にね、結城勢は伊達とかも取り込んでるんで、結城配下には伊達政宗とかも入っている状態になってます。で、もちろんね、徳川勢は家康こそ没したものの、圧倒的な武将の質を誇ってるんで、これに対抗するためには、先手を打ってきっちり不利な状況にならない状態を維持していかないと、それこそ気づいたら一気に押し込まれて再び東海地方を失うということにもなりかねないので、そうならないようにちょっと今回時間をかけて軍を動かしておきましょう。
で、あとは、穴山隊に対しては小西雪長隊6700、これで対応できるでしょうというところですね。で、稲葉正成隊がいて、池田隊は、これを見ていると徳川勢の増援が来るので、総勢2万3000から4000程度の増援が来るんで、これを倒すにはちょっとこちらもしっかり策を練らないと危ないかな。まずはしっかりと甲府城で敵を迎え撃つ算段にしますか。承知いたしました。で、甲府城で敵を3方向から叩くという作戦かな。それでいきましょう。ではでは進めていきます。敵の増援は他は出てきてなさそうでいいかな。大丈夫そうですね。こうやって見るといきなり関係ない話になりますけど、富士山が綺麗だな。特にね、今の時期は、まあ、このゲーム上では11月になってますけど、今の時期すごく空気が澄んでて、まあ、寒い分綺麗ですよね。ここは敵は横瀬隊285。これはもう敗走してくる部隊なので、まだ問題ないでしょう。これは小西行長隊で十分に迎撃できるな。で、宮部隊もしっかりと、甲府城で敵を迎え撃つ。出陣しよう。出るとするか。ご命令を報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。さてさて、そうなるとだ、ここがごったに状態になってるけど、まずは松野隊は甲府城まで一旦下げましょう。しっかりというか全体一度甲府城に下げて、甲府城で敵を迎え撃ちたいんですよね。細川忠興隊もしっかり甲府で敵を迎え撃ちましょう。無事にするな。生きるのだ。結城連合がこれで終了したか。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。長宗我部とは24ヶ月の同盟を結んでおいて、まず贈り物でしっかりと石田三成の心をつなぎ止めておきましょう。まだ大丈夫ですね。続いては連合ですね。再び連合を結成しておきましょう。まあ、今対峙中の家康とは場合によっては和解も視野に入れたいので、標的は有機にしておいて、特に九州、中国地方、まあ、毛利と、あとは九州の諸大名と合戦をしないで済むような状態を維持しましょう。九州の方に兵を割く余裕が全くないんで、ここはもうね、合戦にならないようにするための連合と言ってもいいですね。九州の方の大名が有機に対して何か影響を与えるっていうことはもはやないんですが、ないんですが、ここはね、しっかりと兵を送っておきましょう。よし、これで敵を撤退に追い込んだね。
甲府城の戦いは勝利できそうなので、こっから先石田には3等級のものを送っておきましょう。でだ、戦いに勝利したものの福島正則は一旦返しましょう。騎乗する。で、ちょっとこっからの動きなんですけども、ちょっと八王子城をしっかりダッシュしてくさびを打ちましょう。八王子城承知いたしました。で、八王子城ですね、取るために兵を送っていきます。かしこまりました。承知いたしました。はかしこまりました。お任せください。承知しました。これでしっかり石田三成と同盟が結べる状態を維持できれば御の字かな。三成に対してはまた信頼状態にできているので、この状態を維持していきましょう。常にこの状態を維持ですね。で、同盟が結べる状態になったらすかさず同盟を結ぶというのがいいかなと思います。石田との同盟があと1ヶ月になってますが、その肝心の石田との同盟が結べる状態になっているかというと52なのでちょっと難しいな。次のターンでも59で足りないんで、信頼状態にしておく必要がやっぱりありますね。この状態を常にキープしていきましょう。そしたら八王子城を同時に攻撃するためにこちらの玉縄城を攻撃しておきましょう。敵の増援を分散させるのが目的です。まあ目論見通りに行くかという話はあるんですけどね。包囲します。で、ここはいっそのこと力攻めで一気に城を落としましょう。お任せください。よし、八王子城を取ってね。敵将捕らえたり。八王子城を取ったら玉縄城だな。で、あとは勇気勢が出てきているので、この勇気勢を叩くための舞台として、どうしてあげるのがいいかな。石田勢が押し込まれるのは避けたいので、石田勢のまあ加勢ですね、増援になるんですが、
一旦甲府城近辺で展開している播磨中心の部隊を石田勢に振り向けていきますか。で、八王子城を戦った部隊は一部は玉縄城の攻略に、ちょっと八王子城が拍子抜けしたというか、きっと増援がわらわら出てくるのかなと思ったんですが、出てこなかったですね。これを見る限りまだまだ徳川勢余裕がありそうなんですけどね、兵には。細川忠興は一度犬以上に返しましょう。秀金の部隊は一度八王子城で補給させるか、それからですね、取り囲め。ご命令を報告いたす、報告いたす、報告いたす。先月の終始で石田との同盟が切れましたので、すかさず同盟を結びに行きたいんですが、ここはまだ59で同盟が結べない状態になっているので、一旦我慢しましょう。一旦ちょっと兵を動かしたり戻したりと世話しない感じにはなってますけども、一旦はやっぱり承知いたしました、お任せを。しっかりと石田勢に加勢したいけど、石田と同盟が切れてるっていう微妙な関係になってるな今。池田輝政隊、そうか、石田三成の配下に入っている池田勢は同盟が切れて信頼状態でもないので、仕掛けてくるわけだな。11500、これはちょっとしのごう。これに対しては松の隊返しといて正解だったな。すいません。出陣するぞ。これを池田隊に差し向けましょう。攻め込むぞ。みんな我に続け。負ける気がしないな。八王子城を目指し74000、来たね。まあ予定通りといえば予定通りか。かしこまりました。八王子城が手薄になってるんで、八王子城に兵を戻しましょう。だって八王子城にさっきの話では7万いくらかみたいな感じでしたよね。ご命令を報告いたします、報告いたします、報告いたします。先月の終始です。さあ、そしたら忘れないうちに、まずは外交交渉、石田に6ヶ月間の同盟で、プラスちょっと忘れないうちに取引で家宝が買えるときに買っておきましょう。安いのっていうわけにはいかないんで、1つ家宝7等級を買っておきます。で、あとは事業で稲葉隊に玉縄城も与えちゃいましょうというところですね。さあ、これで石田とは同盟が結べる状態になるので、
八王子城の防衛をしていかなきゃいけないんですが、まずは補給できる部隊は補給をしてからということになるんで、柳生兵庫之助を八王子城に急ぎ向かわせましょう。ただその場合一度小田原を経由して、兵糧を補給してからですね。かしこまりました。で彼らも一度甲府城に戻しましょう。で今甲府にいる部隊を深志城の造園に回します。まあ石田が崩れるわけにはいかないので石田の支援という形ですね。で八王子城は何が何でも守りきるという構えでいきます。しました。かしこまりました。承知いたしました。皆我に続け。出陣するぞ。まあ、ここはしっかりと石田を支援するために兵を送ってあげましょう。で問題は八王子だ。ご命令を報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。さあ八王子をどう支援するかなんですが、重門を一旦迂回させて、八王子城の救援に当たらせましょう。で、小早川秀明はじめいくつかまだ余力を残しておかないと怖いので、まあ、そこは余力を残しつつ、まあやっぱり政宗が強力なんで政宗を潰しにかからないといけないな。まあ、それまで石田勢が持ってくれることが前提にはなりますが、これで一旦兵の展開はいいかな。雪村とかが出てるのか。これは強力だな。佐久間が討ち取られたか。早いよ。思ったよりやっぱり雪村が強いんで、急ぎ八王子城に増援を送りましょう。任せください。後手後手に回る前に増援。ご命令を報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。いや政宗本当強いな。政宗とこれ以上消耗戦に入るのは危険なんで一旦兵を下げましょう。もう大丈夫でしょう。
石田との同盟状態は維持しておかないといけないですかね。さてとどうするかだな。ここがちょっと一進一退になっちゃってるんですよね。鳥居成次隊が邪魔なんですよ。これをどう排除するか。あと星名正光隊も邪魔だな。これを排除できれば強撃が可能になるんですけど、まだそこまで持っていけないな。むしろ兵数では押し込まれるかもしれませんね。お味方が捕獲されました。木村が捕虜になったか。これはどうしても回収していきたいけどな。ただでさえ武将の数が少なくて困ってるんで、ここも捕獲か。表情を始めます。報告いたす。先月捕獲され率がちょっと高くないか。大丈夫かって感じもするけどな。では玉縄城から兵を出しましょうと思ったら玉縄に人が入っていない。困ったな。与力で稲葉に対して何人か送り込みましょう。雷連をはじめ送っておこう。で小田原城からはお堅いを出陣させて、いい直政隊だな。雪村じゃなくて。よし、これで少し見えてきたな。いや、江戸城はむちゃくちゃ兵力入ってるな。2万の兵が入ってるんだな、江戸城には。江戸城まで奪還というかね、ダッシュしたいですね、ここまで来ると。江戸城ダッシュ。そうすると、松の隊はどうだ？これは。政宗隊の追撃に当たらせよう。よし、ここはうまく攻撃が決まったな。鳥居成次隊は撃破できる。行状を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。石田にはまだ残り2ヶ月残ってるんで、同盟期間がね。さあ、そしたら江戸城総攻撃を仕掛けていこう。江戸総攻撃だな。ちょうどね、西郷殿の話も熱いですけど、今は。よし、玉縄にこれで人が入ったんで、玉縄からも兵が出せる状態になりましたね。じゃあ江戸総攻撃をするにあたって
舞台をちょっと集結させておきたいなというところになるんですが、時間も時間いいところになりましたので、一旦今回はここで終わりにしてですね、次回は江戸総攻撃を行っていきたいと思いますので、引き続き、皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。